こんにちは、青嵐義塾の岡村です。今日はですね、数学 1A の、式の計算の単元のですね、項引きの順に整理するという方法についてやっていきたいと思います。はい、では早速ですね、この項引きの順というところがポイントなんですけれども、じゃあこれ何かという話をしていきたいと思います。で、ちょっと例題を使って見ていきたいんですけれども、よくですね、問題に、X について項引きの順に並べなさいよというふうに書いてあります。で、まず見てほしいのはここの文字ですね。この X についてという部分を見てください。ここはですね、X だったり Y だったりとかいろいろ変わるんですけれども、じゃあ今回 X ですよと。で、じゃあこの時に項引きの順ってどういうことかというとですね、次数、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。次数ですね、あの文字を掛け合わせた数ですね。はい、次数が、高い方から低い方に並んでいくというふうに並べ替えてあげるのが、項引きの順です。これがポイントですね。で、じゃあここにちょっと2つですね、ポイントを書いたんですけれども、まず、ここに X についてっていうふうに書いてあったら、 X 以外を全て数として見てあげてください。例えばなんか Y とか Z とかっていう文字が混ざってる問題あるんですけれども、 X についてって言われたら X 以外の文字、ね、Y とか Z っていうのはもう数ですよ。そんな見方をしてあげてください。で、それをした上で、次数が低くなる順ですね、X についての次数が低くなる順に、並べてあげてください。はい、でちょっと早速例題使ってですね、見ていきたいと思うんですけども、じゃあカッコ1番、こちら X 3乗マイナス 3X プラス2マイナス 2X 2乗という式があります。じゃあそれぞれですね、これを X について項引きの順に並べていきたいんですけれども、じゃあ次数見ていきましょう。じゃまず X 3乗これの次数はこっちは 3乗って書いてあるんで次数3ですよ。で、マイナス 3X、これは次数が1。で、プラス2、これは、X がないので0ですね。で、マイナス 2X 2乗、これは次数2です。というふうになっています。ですので、これは項引きの順に並べましょうと。ということで、これはですね、次数が一番大きい。まず、この X 3乗が先頭に来て、続いて、次数が2の、マイナス 2X 2乗が来て、で、マイナス 3X で、プラス2というふうな順番になります。これで、次数が3、2、1、0という順番に並びました。これが基本の、考え方です。このような X だけと文字が X だけの問題ってすごいやりやすいんですね。で、今後ですね、さっきも言ったように Y とか Z とかいう文字が出てきたりするので、じゃあその時はどうしたらいいかと見ていきましょう。じゃあ括弧2番、式が 3x2 乗プラス 2xy プラス 4y2 乗マイナス x プラス 2y プラス1というふうになっています。で、手順通りいくと、まずは x 以外を全て数として見てくださいよと。で、次数が低くなる順に並べますよという手順がありましたので、じゃあ x がついているものをまず拾っていってください。そうすると、3x2 乗がありますね。これは次数2です。で、2xy、これ次数、x が1個ありますんで、次数が1ですよ。で、あとは、マイナス x、これも x が1個あるんで、1ですよ。じゃあ、残った 4y2 乗とか、2y とか、プラス1とか、これはですね、もう x の、文字 x がないので、これ0です。0字というふうになります。はい。ということで、じゃあまずこの順番で、項引きの順に並べ替えてください。そうすると、3x2 乗プラス 2xy、マイナス x プラス 4y2 乗プラス 2y プラス1というふうになります。これで、項引きの順になりました。で、あと、ちょっと綺麗な答えの書き方としては、この 2xy-y の、-x、2xy-x の部分をですね、ちょっと x を文字としてあげて、他の係数をくくってあげると。つまりなんか、2y-1、括弧閉じ、かける x という形にしてあげると、もっと綺麗になりますよと。これが項引きの順の考え方です。で、今後数学の勉強をしていくとですね、本当必ずと言っていいほど、文字式はすべて、
項べきの順に並べてあります。これ問題の指示がなくてもですね、自分で項べきの順にした方が絶対やりやすいので、この順番に並べ替えること慣れていってください。では以上で終わります。ありがとうございました。機能戦士セーラー技術チャンネル登録してね。君は生き残ることができるか。アムロ行きます。大きなね。